どうも、どっちゃんです。今日はですね、FAT の福袋が届きましたのでこちらを開封していきたいと思います。今回買ったのはですね、1万1000円の福袋なんですけど、なんかすごいでかいの届きましたけど、なんか楽しみですね。はい、それでは開封していきたいと思います。なるほどね、中身はこんな感じです。中身に対して箱でかすぎませんこれ。なんかすごいいっぱい入ってるのかと思ったけど、まあ1万1000円なんでこんな感じですよね、きっと。はいはい。でもまあちょっと重みもあって、どれぐらい入ってるか楽しみですね。それでは開けていきたいと思います。はい、じゃあまず1つ目ですね。1つ目、1つ目はこちらですね。なんだろう、バンダナですかね。バンダナのような感じです。うん、まさに、はい、バンダナです。まあ結構ポップなデザインでね、はい、いい感じですね。はい、バンダナってちょっとあんまり使ったことないんですけど、どういう感じで使うものなんですかね。はいはい、まあ、こちらちょっと金額が載ってないですね。まあ、金額はちょっと後でネットで調べられたら調べてみたいと思います。まあ、調べた金額をね、まあ、この辺とかこの辺とかに表示しておきますので参照してください。はい、じゃあ次2つ目の商品見ていきたいと思います。はい、2つ目はこちらですね。はい、シャツですかね。あ、すごいいいじゃないですか。なんかこれシャツなのかな。シャツだよね。ちょっとカバーオールぐらいでかいけど、はい、なんか白なんですけどね、この黒いステッチがすごい可愛いですね。はい、こんな感じです。うん、はい、白はこんな感じ。うん、なんかいいじゃないですか。はい、2つ目はこれでした。はい、じゃあ次3つ目いきます。3つ目がこちら、紫色ですね。はい、お、 T シャツだな。はい、紫の T シャツですね。はい、なんかすごい厚手ですごいしっかりした T シャツです。なんかすごいな、10オンスとかあるのかな。うん、はい、真ん中にはドラゴンっぽいデザイン、ドラゴンがナイフで刺されてるみたいなデザインになっています。うん、なんか薄紫っていうね、この色も可愛いですね。はい、3つ目はこちらの半袖 T シャツでした。はい、じゃあ次は4つ目です。4つ目はこちらですね。はい、こちらもシャツ、半袖のシャツですね。はい、こんな感じです。うん、なんかちょっとなんだろうな、この柄、こういう柄が、まあ、前と後ろにプリントされています。
うん、緑だけどちょっと濃いめの緑なんで落ち着いててなかなかいいんじゃないでしょうかね。はい、こんな感じです。はい、じゃあ5点目ですね。5点目いってみます。はい、はい、これ5点目、最後ですね。はい、最後は、はい、こちら、はい、クルーネックのスウェットですね。はい、これはすごく結構シンプルで、まあ、胸の真ん中に FAT と入っています。はい、で後ろは特にプリントがなしで、はい、なんか落ち着いた薄いグリーンで、はい、これは合わせやすそうな感じがします。はい、ということで以上ね、あの5点入ってたんですけども、今ちょっとねネットで値段ね調べたんですけど、なんと5点の総額69,056円でした。約7万円ですね。まあ、1万1000円に対してね、7倍の商品が入ってたので、すごいお得でしたね。はい、しかも、どれもこれもすごい変な、奇抜なデザインじゃなくて、あの、着やすそうなデザインだったので、まあ、大当たりだったと思います。はい、それでは、実際にこちらを試着していきたいと思います。はい、ではまず T シャツに着替えてみました。はい、今回購入したサイズが、ファットっていうサイズで、普通のサイズに換算すると XL に相当する、サイズになります。はい、で FAT ってあの日本のブランドなんですけども、まあ、日本のブランドって海外のブランドに比べてちょっとちっちゃめにできてるイメージがあるじゃないですか。はい、でも FAT のXL サイズ、これはね、そうだな、シュプリームとかステューシーとかその辺に比べてなんかちょっと大きめな気がしますね。はい、もともと大きめに着たい人が選ぶブランドなので、やっぱ大きめにできてるんですかね。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次の服行ってみたいと思います。はい、次はこちら白のシャツに着替えてみました。うん、すごいいいですね、これ気に入りました。はい、結構薄めなので、まあ、春秋とか、まあ、下手すると夏でもいけるかなっていう感じの薄さです。はい、まあ、結構薄いので、まあ、下に柄のシャツとか着るとまあもしかしたら透けるかもしれないですねっていう感じです。はい、まあここにこう FAT ってこうね入ってたりとか、あとはここのペラッとめくるとここがちょっとオレンジのタグがついてるのもね、なかなかおしゃれでいいですよね。はい、ちょっとビッグシルエットな感じなのもいいです。はい、次行ってみます。はい、次はね、このグリーンのシャツに着替えてみましたが、なんか色といい、なんかね、柄といい、ちょっと渋めですね。はい、で、かなりでかいです。で、袖もなんか七分に近いぐらいね、まあ、ちょっと長めにできています。はい、こんな感じです。はい、次行ってみます。はい、というわけで最後はこちらクルーネックのスウェットの紹介です。はい、まあデザインもシンプルですしね、色も落ち着いてるのでかなりいい感じだと思います。そうですね、まあ、パーカーとかもいいんですけど、
やっぱあのフードが邪魔に感じることもあるし、あとは僕はね、なんかニットとかちょっと苦手めなので、まあ、クルーネックのスウェットってすっごい重宝するんですよね。はい、もう大好きです。はい、こんな感じ。はい、というわけで今回は FAT の福袋の紹介でした。まあ今回はね、1万1000の福袋に約7万円、7倍近くの、ね、金額のものが入っていたので、まあ、だいぶお得でしたね。まあ、僕は今までに福袋何回か買ってるんですけども、やっぱりセレクトショップよりもブランドが直接出してる福袋の方が、まあ、お得なことが多いと思います。まあ、セレクトショップだとね、まあ、そもそもあんまり知らないブランドが入っていたりすることもあるし、まあ、値段もね、福袋の大体まあ、4倍とか5倍ぐらいかな、よくて、うん、っていうイメージがあるんですけど、うん、ブランドが直接販売してるやつは、うん、大体7倍以上入ってることが多いですね。はい、なので今年ね、あの買えなかった人も来年はね、ぜひ買ってみてはどうでしょうか。はい、それでは今日はこの辺で、バイバーイ。